はい、皆さん毎度毎度。動画は、毛先パーマだね。ちゅうか中間ぐらいからちょっと強めにかけたいっていう感じかな。若い方だね。はい、コメント返しね。はる先生。漆塗りのバイトしていた人が、塗り筆は髪の毛でできたものが塗りやすいと言ってました。それだけの長さがあれば、漆塗りの刷毛が作れますね。多分ね、それね、若い人の毛だよ。あの動画のさ、ロングの切ったおばちゃんの毛だとさ、もう腰がなくってさ、多分ダメだと思うよ。ヘロヘロで。あとね、見た目以上に毛がないんだよね。一個に縛ると本当にもう鉛筆より細いんだから。でもさ、そういう毛がいいっつうのかな。漆塗りって言うんだから、ちょっとね、どうやって塗るんだかわかんないけど、なんか昔、ヘラで塗ってたのもちょっと記憶するんだよね。漆塗りってね。どうやって塗るのかね。動画の方はね、とりあえずテイスティングパーマね。選べるパーマ、左3本、右2本、適当な太さで巻いて様子見だね。で、一番強い血を使ってるからね、この一番強い血がね、後々ね、しっかりはかかるんだけど、テストが見にくいんだよね。はい、スカイライン先生、コメント返しね。やっぱりそのロングのおばちゃんのカットね、数年ぶりの美容室でのカット、期待と不安で、ワクワクドキドキ、後ろ姿でも緊張してますよね。これさ、鋭いね、スカイライン先生ね。自分なんかもさ、仕事やってきてね、後ろ姿、背中見るとさ、緊張してる人ってわかるよね。美容師でもさ、うちのお兄さんでもそうだけど、なんか困ってる時、やっぱ背中に出るよね。うちも昔よく言ってたけどね、それ、スカイライン先生に背中見てさ、リラックスしてるとかって言われちゃうともう、うちのさ、あれがなくなっちゃうよ。ちょっとなんかいろいろ経験した人だと、やっぱ人の背中見ると、緊張してるとか、リラックスしてるとか、何か物事始めようとかって、わかるんかな？誰でも、自分一人の特技じゃなくて、結構気にして見てるとわかるよね、人の背中ってね。この背中ってのは無意識で出るよね。この自分の動画見ても、何か感じたら自分の背中見て言おうね。こちらの子、最初に動画撮るの忘れちゃったんだよね。途中から撮ったんで、あと、テストの時の写真は撮ったんだよね。たった2枚しか撮んなかったんだよね。なんかね、気持ちがね、バタバタしててね、うまくできなかったね。はい、コメント返しね。アン先生ね、すべて手作りのスペシャルオーダー。そうだよね、うちらがやってんだね。ユニクロの服とは違うからね。うちあたりは島村の服かもしんないけどね。でも、アン先生、トリートメントの話ね。あれ、パーマの後とか、毛染めの後とか、なんか、自分で気に入ったトリートメントかなんかつけてんのかなってことだよね。買ってさ、わざわざ。で、わざわざ買ってトリートメントつけてんだったら、AR？ 宿毛矯正のつけたらって感じでね。わざわざ AR 塗ることもないよね、もったいね。できれば返品が一番いいよね。いくらもしないもんだけどさ、仕事で使うもんってなんか悔しいんだよね。無駄に在庫見てるとね。はい。それではね、この辺で一旦切りましょう。こちらのお客様ね、パーマね、どうなるかね、ちょっと時間飛ばしちゃおうね。とにかくね、千代で、一番強い千代、テストは見にくいね。一番強い千代で、テストが見にくい。これはね、悩んだ。はい、お疲れ様でした。